いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田大、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、殺楽より北海道牧場の恵み 2.0。 はい、こちらをご紹介したいと思います。こちらは、生乳 100% 使用のさらっとした味わいに仕上げた、成分調整牛乳です。北海道石狩平野の自然が育てた上質な生乳から、乳脂肪分だけを 2.5% に調整し、さらっとした自然な味わいに仕上げました。でポイントはですね、コクもあるのに後味はすっきり、生乳 100% の美味しさ、乳脂肪分のみ調整 2.5%、 そして原料牛は北海道石狩管内約110度の、牧場で生産された良質な生乳を使っております。じゃあ飲んでみたいと思います。なんか牛乳飲むの久しぶりな気もするけど、いただきます。うん、美味しい。まあ書いてる通り、ここがあれです、成分調整牛乳と書いてます。うん、普通に何も調整調整されてないのは牛乳って書いてるんですけど、成分調整ってことは、そうなんです、調整してます。乳脂肪分だけ調整してるということです。こちらね、牧場の恵みの自然なね工房になってます。で、殺楽農業はね100年余りの歴史を持った酪農専門農業です。生乳のね生産から製品の供給まで全てを一貫して行っているというところでございます。さあ、そしてですね、成分調整牛乳なんで、一応まずこういう形になっております。殺菌130度で2秒間入ってますけど、まあ一応カロリーとしては、今のコイン1杯分で106キロカロリーとなってます。うん、という感じですね。さあ、このね、北海道牧場の恵みてずれてててててててイヤンです。ぜひね、この北海道牧場の恵み成分調整牛乳、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。さあ、この動画がためになるな、面白いなって方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして関連動画の方もやっておりますね、そこを見ていただければまた喜びます。じゃあね。